奥平正影公家4年12月11日は、伊予松山藩家郎、奥平東西門や七代当主。父は吉田町卒ぐ。養父は奥平忠史教。養子は奥平忠史神。署名は丁家。通称は正之助、東西門。家老として文化6年に着手した松山城天守再建や天保9年に、 幕府より課された江戸城西丸再建の上、納金問題に対処した。完成5年、伊予松山藩家老の吉田町笹具の四男として松山に生まれる。完成9年、前年ししなく加盟断絶した奥大東西門家をしむしる1200国大名分として相続する。文化5年、治療1500国となり、国頭としてより木を預かる。 文化八年、過労となる。文化十年、藩主、松平正通りの将軍おまみの際に、将軍、徳川家成、四次家吉に敗越する。文政六年、伊勢桑名将源寺で行われた高志源、因伝二百回忌ご法寺の大敗を務める。文政十一年、金三百両を賜る。同年軍用方を兼任。文政十二年、過労を辞職。 文政十三年、治業三千三百国となり、同姓、奥平忠弘氏の長男早人を養子とする、同年家老に復職し、軍用方を兼務、天保六年、藩主、松平勝義の家督相続五礼言長の際に、将軍家なりに拝越する、天保九年家老を辞職、後家四年十二月十一日死去、去年五十五、ありがとうございます。